ファーサイドフリーだ、水本折り返す、ボレー、先制鹿児島ユナイテッド。最後決めたのは川森、今シーズン初出場で結果を残しました。大胆に左右に大きく振って相手のマークをずらしての最後はフリーの川森、あとはミートするだけでした。完全に振られてしまった相模原、ここで前半終了の笛です。まさに前半のラストプレー、大胆なサイドチェンジ。